直球 TV とは絶対直球女子プレイボールズが絶対的アイドルとして飛躍、絶対的な野球力として成長していくプレーと、全体的に日本の野球をより盛り上げていくためのさまざまな視点で研究した球界歴史、研究力と温かいの卓球も思わず見えたところで、成績ラリーを取ったお母さんの笑顔が誇れる、バラエティ、ランナーに緩急などまるでベストボールを見て一般レンするホームランのようなドキュメンタリー的新感覚総合アイドルバラエティ動画コンテンツなのである。ガラ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 ドド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 ド知ってます、野球界に伝わることわざこちらです。才木の顔も三度まで。これどういう意味かと言いますとですね、こちらですね、元横浜中日で活躍した才木選手は3打席立つと守備固めを送られるため交代させられ4打席目はないという意味でございます。あ、ね、3回顔見たなぁ、今日はないかと言いたいなと思います。続いてはこちら、はい、カエルの子はカエル、もう聞いたことあります。よく言うことですね。野球界に伝わることはこちら、はい、父郎の子は一郎。あ、もうまんまだなこれ。これどういう意味かと言いますと、平凡な親でもとんでもない天才を生み出す、または息子が CM に出たおかげで日産から車をいただいたラッキーになります。ということで今日やる企画はですね、はい、皆様今後アイドルとしてクイズ番組に出る可能性もあると思うんですよ。今多いですからね、やっぱりクイズ番組。そんな中、クイズ番組に出た時に結果が残せるように、本日の企画はこのような企画をしました。はい、プレイボールズクイズ番組への道。はい、ということで今からですね、普通にクイズに答えていただきます。はい、普通の問題ですか、野球とか全く関係ない問題が出ますので、そちらに答えていただければ正解すれば1ポイント入ります。はい、不正解でもですね、今からバードフミヤさんが、はい、野球アイドルならこう答えるべきという答えを出しますので、はい、それに一致すれば2ポイント差し上げるということで、皆様の学力も見つつ野球アイドルとしてのクイズ番組では振る舞いも学べる一石二鳥の企画となっておりますので、早速問題の方いきたいと思います。はい、現在の五千円札の肖像画は誰という問題になっておりますね。あ、なるほど。はい、じゃあ一人ずついきましょうか。前から、篠塚さんからいきましょう。篠塚さんお願いします。はい、お願いします。はい、野口英世。はい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 、まあまあいいですよ、いいですよ。半田さんいきましょう。福沢諭吉。あ、なるほどね。なるほどね。そしてじゃあ雷神さんお願いします。じゃん、一郎さん。はい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 、はい、感じます。はい、そして大道さん。野口一郎。野口一郎さん、初の名前が出てきましたね。なるほど、ね、芸名モノマネ芸人ですよ、それ。じゃあそしてジャノサイルさん。おー、字綺麗。そしてオックスプリングさん。おー、そして広島さん。樋口一葉さんということで、正解は樋口一葉さんでございます。樋口一葉は千円札、福沢諭吉は一万円札、野口一葉はモノマネ芸人でございます。まあ分かんないです、もしかしたら野口一葉がバードフミヤさんの答えと一致する可能性あります。バードさん、野球好きアイドルならこう答えるべき、答えは何ですか？川上哲治ですね。そういうことですね。川上哲治と書けば2ポイント。2ポイントだったんですけども、あの解説の時に、はい、オリックスの DJ 選手にいたんですけど、はい、DJ って言えなくてずっとデージーデージーって言って。次の問題はこちらでございます。この漢字は何と読むでしょうということでございます。漢字問題。なるほど、なるほど ね、 ね、この漢字を何と読むか。そうだな、ね、あ、わかりました。じゃあ書けました。じゃあ篠塚さんからいきましょう。お願いします。はい、おお、そしてウリ。ウリ。はい、そして大臣さん。おい、大臣さん。財津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 。ちょっと後で聞きましょう。財津。ねえ、待って、本当嫌だな。スイカ、はい。スイカ。スイカ。スイカ、スイカということで、もちろん正解はスイカでございます。
とりあえず、一旦ですね、ザイツメについて、これはスイカなんですけども、はい、こちら、もしかしてザイツメあるかもしれませんよ、はい、野球好きアイドルが出すべき答えはこちらです。これですね、西岡ですね。西岡、西、これが岡っぽいってことぽいってことですね。答えれば野球好きとして認められたんですけど、いや、言うけども阪神に、はいはいはい。じゃあ次の問題はこちらでございます。こちら、三角形の面積の公式といえばということで、三角形の面積の公式。さあ、それでは篠塚さんから発表していただきましょう。お願いします。せーの、あー、はいはいはい、はい、いいんですけど、ただね、おでんが気になりますけどねおでんがちょっと気になりますけど、じゃあ、ハンドさん一回飛ばして、ライジさん行きましょう。ライジさん、底辺×高さ割る2。じゃあ、ロサリオさん行きましょう。高さ、そうですね。さあ、そしてオクス、底辺×高さ割る2。はいはい、底辺×高さ割る2。はい、そして、ダイドさん、底辺×斜辺斜辺斜辺ってありましたよねそして、ハンドさんお願いします。はい、底辺かける3。どういうこと底辺かけ続けるの、三角形ってコロコロ転がしてどこでも底辺ですでね、奇跡的にですね、はい、間違えた2人三角形を描くという奇跡的に合ってましたけど、正解の方を発表したいと思います。正解は底辺かける高さ割る2ですね。割る2なので、かける2分の1でも正解と。はい、野球好きだったらこう書くべきですね、はい、底辺かける高さ割る2です。2とかじゃなくて B ですね。まあ、2もない中者とかです。そうなんですね、中者ということです。皆さん残念ながら不正解ということで、はい、こちらも大道寺さんと半田さん以外は正解ということでございます。今のところ大道寺さん0問。大道寺さん正解しましょうね。じゃあ次の問題こちらです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらを。